国立研究開発法人日本医療研究開発機構は内閣府所管の国立研究開発法人。医療分野の研究開発の基礎から実用化までの一貫した推進体制の構築、成果の円滑な実用化に向けた体制の充実、研究開発の環境整備を総合的に行うことを目的としている。また、これまで進んでいなかった山岳などを 各機関の連携や知見や創薬などの実用化に力を入れるとされる。本部は東京都千代田区に存在し、理事長は三島義忠が務める。日本医療研究開発機構設立式典にて看板を除幕する日本医療研究開発機構理事長、末松誠、内閣総理大臣、安倍晋三、内閣府特命担当大臣、甘利明。 内閣総理大臣補佐官泉洋人日本医療研究開発機構は2013年6月に閣議決定した日本最高戦略で検討が開始された。医療分野ではこれまで研究開発を文部科学省、厚生労働省、経済産業省がバラバラに支援式素研究から実用化までの一貫体制が存在せず臨床研究や 試験のための研究体制にも不備が存在し、医薬品開発は盛んであるが、日本の医薬品、医療機器の貿易赤字額は拡大傾向にあった。これらの問題の解決のため、医療分野の研究開発を総合的に推進する司令塔機能として、日本医療研究開発機構が設立されることとなった。設置法は、世界最高水準の医療の提供に資する、 研究開発等で健康長寿社会の形成に資することを目的にしている。発足に先立ち、2013年6月10日に、日本生科学会、日本分子生物学会、日本免疫学会、日本がん学会、日本神経科学,学学会、日本細胞生物学会、日本ウイルス学会は、連名で基礎研究予算の縮小につながる恐れがあるとの懸念を表明した。 2015年4月1日に発足。発足時には、安倍晋三首相も立ち会い除幕を行った。医薬品創出、医療機器開発、革新的医療技術創出、再生医療、ゲノム医療、癌、臨床研究の拠点づくり、認知症、感染症などのプロジェクトを行っている。子供の未診断疾患の治療法開発などにも取り組んでいる。 また感染症実用化研究事業に伴う国内未発売の後期性虫薬、熱帯病治療薬の備蓄、無償提供の拠点となっている。2016年にはアメリカ合衆国の国立衛生研究所と協力の覚書を結び、ワシントン DC、ロンドン、シンガポールなどに海外拠点を作ることを発表した。2016年2月21日には、 感染症研究国際展開戦略プロジェクトとして、新潟大学医学部がミャンマーのヤンゴンに研究拠点を設けることになった。ありがとうございます。